3000円あったら一人起こすことができるから、で今俺1400円でチームに2200円あるから全然ショップも近いので、まあ、全然ありますよと。なお先輩、お金の計算できなかったら篠宮がしてあげますよ。ありがとう篠宮、さすがだわ。さすが篠宮、任せてください。篠宮はお金の計算までできるのか、すごいな、うん、やっぱソロ版やってたんで早いです。なるほどね、そっかそっかそっか。フラッシュ、なんだっけ、フラッシュ暗算だっけ、うん、やってよ今度。何やってよって。フラッシュ暗算しながらやってよ、なんか。やってほしいわ。7728。おお。よし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 。篠宮分かんなかったよ。そんなことある？なことねえよな、フラッシュ暗算得意やのに。篠宮暗算できるのに計算できないわけないだろ。たち算の暗算うまいけど。計算できないわけない。ギャップ。ギャップすぎ。そろばんって掛け算とかあるじゃん、どうやんの？え、それできんのあれ？できますよ。たち算しかそろばん教わったことないわ。できるけど、なんかうまく説明できないな。え、じゃあさ、篠宮さ、頭の中でさ、あれ、そろばん出せるってこと？でもだってフラッシュ暗算とかやってる人ってみんな頭の中でそろばん弾いてるんでしょ。お前天才じゃね。マジ天才やと思うわ。フラッシュ暗算マジすごいと思う。え、そんなことない。ひどいな、問題出していい？え、どれくらいですか？なんかめっちゃ桁多いのは無理ですよ。いや任せて、いくよ、うん、いくよ、すみません、いくよ。私も電卓足し算からやるから。足し算がいい？引き算がいい？足し算にしようか。はい、足し算。足し算いくよ、うん、気になる。89足す65足す45足す86は285。え、すごい。すげえ。すごい。すごい。天才。え、それ合ってるの？今電卓でやった？電卓で合ってる合ってる合ってる。やべえ。フラッシュ暗算ってでもそれそういうやつなんですよ。え、でもすごいわ。すげえな。やってる人はマジ誰でもできますよ、今の。マジすごいな、あの速さは。ガチで速いな。え、でもほんまにすごい。え、あれってさ、今2桁のやつを4回ぐらい言ってやったやんか。うん。3桁のやつ4回ぐらいでも余裕。いやー、シノイヤは結構怪しい。怪しい。シノイヤは怪しい。なんか2桁が10回とかの方がいいかな。なるほどなるほど。うん、桁が多い方が難しい。あれはそうだよ。一さんって、一回ずつ答え出すじゃないですか。3足すには5。から足して3みたいな。で、8みたいな。それが、ないから早いみたいな計算が。ああ、いいえ、でも俺は分かるけど。それ分かんねんけど。言ってることは分かるけど。言ってることも分かんない。それをするのがむずいんよ、普通に。それね、頭の中にそろばんがあると、それができるんですよ。出た、このなんか天才ならではの。違う違う違う。感覚で語ってくるパターンね、頭の中にそろばんねえよ。マジで分からって、ね、やってる人は全然分かる。フラッシュ暗算ができる人は多分あんまおらんぞ。そろばんやってる人みんなできへんやろ、でも。え、多分できるできる。できないでしょ？全然本当にできる。ガチできる。できないってことにしとこうでも、一体今は。なんでなんで。そろばんはもうお父さんとお母さんがルダ、そろばんに来なさいって言って行き始めたの。うん。え、そろばん来たかったの？え、なんかおばあちゃんがそろばん使ってて、うん、なんかそろばんでなんか車にして遊ぶじゃないですか。あったら、うん、できるね。あー、うん、だったら正しい使い方やれみたいな、覚えなさいみたいな。あ、ほんとね。言うて今日何回買ったっけ？50回。え、100回。じゃあ、じゃあ100ね。100回？篠宮、お前フラッシュ暗算下手だろ。勝負しましょう、じゃあ。勝負する？ちょっと私、一桁なら頑張れるかも。じゃあ、ちょっと問題出すわ。いいよ。9足す。8足す。7足す。5は。29。おお、当たってる。やったー！まあまあ、早いかも。やったー！天才？まあまあ、すごいね。天才ではないかも。すごい。天才だろ。ではないかも。何や、どれぐらいすごい今の。え、どれくらい、どれぐらいすごい、うん、え、でも結構すごい。やった、早い。もう早かったの、うん、言うてる割に。早かった。